では皆さん、筑波大学のアラン・ヤクラウスです。これはプログラミングチャレンジの第8週、数学問題の第2ビデオです。で、これから、素因数分解の3つのプログラミングのチャレンジの問題についてお少し話します。フンダメントテオレムオフアリティマティクス、数論の、テオレムの中で、すべての、自然数が素因数分解で書くことが可能ですね。これが何かというと、例えば1200の、がこんな感じで書きます。2×2×2×2×3×5×5。これはあと2の4乗 ×3×5 の2乗です。つまり n に対して n の素因数分解が PIEI、P1EH、P2EE、PNEN で PI が、素数であるです、ね。この分解が、前も言いましたが、その暗号化の勉強について、非常に重要なテーマですので、なんか早くこの素因数分解を、のアルゴリズムがとても重要な研究の点ですね。最近なんかもう分子検査と検査もそういうふうになんかすごいなんか研究が進め、やってる人がいるんですが、でもこのコースだと、テーマが、プログラミングチャレンジですので、簡単に実装できるアルゴリズムに集中しますですね。で、いつも通り、まず前探索は、ソースのリスト、先のシーブのアルゴリズムでソースのリストを作って、で、そのリストの中からの素数を N を割るかどうかをテストするんですね。でももちろん、ちょっとそれをうまくプルーニングすると、だいぶ早くなります。それは、なんかその divide and conquer 法。これは、なんかその探索授業から覚えてると思うんですけど、問題が小さな問題に分けていくと、解が早くなります。それは、この結構、スマートなアルゴリズムです。このアルゴリズムが、N の素因数分析を計算します。これは、プライムファクトルズ N。N が、なんか、その素因数分析を作りたい数字です。で、ここが、その素因数が入れる、ベクトルになります。ですね。で、まず、シーブを取って、これは事前に、計算しておくものですね。で、そのシーブから、一番小さな、プライム、ソースを取ります。ですね。で、これはキーです。ある、プライムファクタルかけるプライムファクタルが N の、二乗根より小さければ、プログラムを続きます。N の二乗根より大きければ、プログラムを止める。ただし、このプログラムのちょっと早くになるアイディアがここです。N が、このアルゴリズムの中にどんどん小さくしていくんですね。その N の素因数を見つかると、その素因数を N から引いて N が小さくなる。そうすると N の二乗根も小さくなります。ですので、このアルゴリズムが N が素因数が多い場合だと、このアルゴリズムがどんどん速くなる。N が素数の場合、それとも N の素因数が少ない場合ですね。このアルゴリズムが前探索とあまり変わらないんですけど、素因数が多い N に対してこのアルゴリズムはどんどん速くなりますので、プログラミングチャレンジの中に、便利になるでしょう。ですね。
で、まあ、その素因数分解はどういうふうに使えるかですね。素因数分解だけではなく、よくプログラミングチャレンジに出るのは、総数分解、つまり、その因数分解、つまり総数だけじゃなくて、あと、ある数字のすべての、約数のすべての個約数を調べること。約数を調べることですね。なんか N のすべての約数が素因数のセットから、計算することができます。まあ、例えば、N が1200の場合ですね。素因数がこれですね。2×2×2×2×3×5×5。つまり、2の4乗 ×3×2 の5乗ですね。これは、N、1200の素因数ですね。で、これで、1200のすべての約数が計算できますかですね。実は、計算ができます。この2の4乗と3の1乗と5の2乗の、まあ、この、なんかこのパワーの数字を、の組み合わせを変えると、1200の約数をすべてを計算することが可能です。ですので、1200の約数が5、まあ4プラス1、かける2、3プラス1、かける3、5プラス2ですね。あと、30です。なぜかというと、まあ考えられるんですね。例えば、2の3乗かける3の0乗かける5の1乗が、40。それは、1200の約数ですね。で、2×2×3、2の2乗かける3の1乗かける5の2乗、これはまあ300。それも1200の約数ですね。で、あと2の4乗かける3の1乗かける5の0乗が48。で、まあ、これを3、0、1のすべての組み合わせを変わると、まあ、これでなんかフォアループとかで、そしてなんかまあこの掛け算で、計算ができます。まあ、これだけじゃなくて、2つの数字を A が B の約数であるかどうかをチェックするために、まあ、なぜか、なんか直接、割ることができない場合だと、その、なんか因数を比べて、A と B が、約数であるかどうか、約数関係があるかどうかを計算することが可能ですね。これは、まあ、これは、なんか、このサンプル問題で、そのアイディアです。10139。まあ、この問題が今年の問題ではないんですけど、今年の問題の中に、この問題にすごく似ているの問題があるので、ぜひこれは、なんか、この問題について、ビデオをポーズして、自分で考えてみてください。この問題が、まあ、内容が簡単です。M が来て、で、その M が、N の階乗の約数であるかどうか。N の約数じゃなくて、N の階乗の約数。で、N と、M と N が、ロングロングの中に入ってるんですけど、N がロングロングの中に入ると、N の階乗が相当大きな数字ですよね。もう、なんか、25の階乗はもう、30桁ですので、まあ、それを、まあ、本当にありえない大きいぐらいの数字ですね。だけど、実は N の階乗の計算が必要はないんですよね、この問題だと。前を見ましたので、M、あと A と B の約数関係が、その、因数、素因数分解で、できますですね。なんか例えば、FM が、M の素因数。で、FN、もちろん FN が、N の素因数ですね。FK が K の素因数。で、そうすると、FN 乗が N1×2×3×4 ですので、F の N 乗が、F1 と F2 のセット。まあ、F がセットと考えて、
F1 のセットと F2 のセットと F3 のセットと F4 のセットの AND を取ります。ですね。そうすると、FM が F の N 階乗のサブセットであれば、FM が FN の約数になる。ですね。まあ、例を見てみましょう。例えば、M が48で N が6。N が6って考えると、N の階乗が 1×2×3×4×5×6 ですね。で、N の階乗が 1×2×3×4×6 にすると、N の階乗の、FN の階乗が2、ここは2ですね。3、ここは3。これは4、4が2、2ですよね。これは2、2。5、5は5。で、6が2、3。ですので、N 階乗の、スイン数が、スイン数のセット、スイン数分解が、N の、2の4乗、かける5、かける3の2乗です。じゃあ、FM に見ると、22223、2の4乗と3の1乗。2の4乗と3の1乗が、2の4乗、3の2乗、5の1乗のサブセットになります。ですので、48が、6の階乗の約数です。逆に25は6の階乗の約数であるか。それをテストすると、まあ、N の6の階乗の数因数が同じで、25が5と5。で、ここは5は2つなんですけど、ここは5は1つしかないので、25が6の階乗の約数ではない。で、これを見ると、まあ、この課題をプログラミングするのは、まあ、そんなに難しくないですね。前の簡単なアルゴリズムで、N の数因数を計算して、で、例えば、なんか、1、2、3、すべての数因数でいい。まあ、何か、あと、まあ、それは、あと、まあ、ちょっとそのループがちょっと大きいなので、まあ、これが、テーブルに保存したりすると、まあ、早く。これは、ね、多分、ちょっと問題になるところは、まあ、この N の階乗のテーブルを作るか必要か、それも作らないので、なんか他のやり方があるかとかですね。でも、そうした後に、まあ、そのサブセットだけをテストして、終わりです。じゃあ、次は、その、エオクリドですね。ちょっとポーズして。では、エオクリド法についてを少し勉強しましょう。ですね。A と B の自然数に対して、A、まあ皆さんが大学、高校で勉強したことがあると思うんですが、最大公約数 AB、GCD AB が、D、最大自然数 D で D 割 A と D 割 B ですね。で、その計算が、まあ、エオクリド法で、O of log10 の A で計算できます。で、エオクリド法だけじゃなく、Extend エオクリド法。まあ、それは結構、ブーベライザーというか、こういう名前があるんですね。なんか、インド人が、昔作ったアルゴリズムなんですけど、この x0 と y0 も計算できます。つまり、d は、最大公約数なんですけど、a×x0 プラス b×y0 イコール d の d と x0 と、y0 を計算できます。じゃあ、extend Euclid が、まあ、あまり Euclid と変わらないですね。A の場合、A が0の場合だと、X が0で、Y が1で、で、B が、最大公約数ですね。まあ、それはエオクリドと一緒ですね。で、次は、あと、まあ、エオクリドと同様に、Extend エオクリド B、モデル A と A。まあ、これもエオクリドと同じ。で、この XI、X1 と Y1 をパスする。で、違うところはここだけです。GCD を計算した後に、その X1 と Y1 から X010 を計算します。X は
xy1-by割a かける x1 で y が x1 となります。こうすると x0 と y0 を計算できます。なんで何かにこれを使うんですね。最大公約数が d っていうのはなんかすごいあと便利なあと特徴があります。それは d が a と b の整形の組み合わせをすべて、割りするですね。 d は a と b の最大公約数だと a と b のどの、 あの自然数の、組み合わせでも d は a と b を割るですね。つまり axy と ax プラス by イコール c であれば x と y が、x と y が自然数であれば d 割り c ということです。これをこの特徴を使うと、これはなんかこれは何名前があるんですけど ディオファンタインエクエーションですね。 xa プラス yb イコール c、この特徴を使うと xy と計算することは可能です。まず、d と c がd が、d が c を割りするかどうかをチェックする。 d が c を割りするした場合だと、続きます。 d が c を割りではないの場合だ、割りしない場合だと、整数の x と y が、自然数の x と、自然数の x と y がない。整数の x と y がないってこと。存在しないということですね。まあ、割りした場合だと、まず、extended GCD で x0 と y0 を計算する。で、x0 と y0 を持つと、次は xn と yn を計算する。xn、yn が、xn が0プラス、b 割り dn で yn が y0 マイナス a 割り d の n で n が整数です。ですので n が大きくしたりとか小さくしたりとかその xn が計算できます。これはどこでこれを使うかというとなんかこのような問題がプログラミングチャレンジでよくある問題ですですね。例えばあなたは839円が持ってます。で、それをすべてを使いたい。それをすべてを使って、チロールを買いたいですね。だけど、あの店ではチョコのチロールが25センチ、25円ですね。で、バニラのチロールが18円ですね。で、すべてお金を使うために、どれぐらいのチョコとバニラのチロールを買えるのかですね。まあ、これは、あと、完全に、x×a プラス y×b イコール839ですね。じゃあ、まず、d と x0 と y0 を計算し、計算しないといけないですね。なんか、あと25と18の、最大公約数。で、extended GCD だと最悪公約数が1ですね。25と18がお互いに、素数関係がありますね。でも、x0 はマイナス5、y0 が7。つまり、25かけるマイナス5プラス18かける7が1。ってことですね。じゃあ、d 割り c。そうですね。はい。1は、839は割れる。ですので、続きます。では、このダイアファンタインエクエーションが、両方を c 割り d を、かける。つまり25かけるマイナス5かける839、25かけるマイナス4198、プラス18かける5873が、839。つまり、マイナス4000ぐらいのチョコチロールを売って、5000のチョコチロールを買って、800円を使う。まあ、これは、売るじゃなくて、すべてを買う予定なので、まあ、この答えが使えないんですよね。これはよく、プログラムチャレンジの答えが出ます。その条件があるので、その条件を満たす、答えを、探してください。ですので、まあ、
マイナスの権利、マイナスの治療を買うことができないので、じゃあ次は、XN と YN を正しいの、なんか X が、ポジティブになる XN と YN を計算したい。それはまあいろいろなやり方があるんですね。なんか、イテレートで N1、N2、N3 を探すとか、あとはなんかその、計算を変えて、計算できるとかね。それはまあ自分で、考えてみてください。まあ、探してみると、N が234の時だと、25×17 プラス、17が B 割り D×234 ですね。プラス 18×23 が839円。つまり839円で、17のチョコレートと23のバニラを買うことができます。ですね。今週もこれに似てる問題が一つありますので、ぜひ、見てみてください。じゃあ、最後には、なんかその組み合わせ問題についてを簡単に話します。組み合わせ問題って、まあ、組み合わせ論がそのカウントできるデータ構造を勉強するの、まあ、数学の分野です。まあ、それは整数ももちろんそうですし、セットもそうですし、特になんか、なんていう、確率を理解するために、組み合わせ論はすごい重要なので、それは、あと、マッフォーコンピュータサイエンスの、まあ、秋学の授業でもっと話しますが、プログラミングコンテストの中だと、主にシークエンスを勉強します。ですね。で、シークエンスを、あるシークエンスを見て、そのシークエンスの、回帰フォームとクローズドフォーム、レクレントフォームとクローズドフォームを、理解する。で、プログラミングチャレンジの場合だと、まあ、レクレントフォームでほとんど終わりなんですけど、一部のシークエンスのクローズドフォームを知ると便利ですね。レクレントフォームって、回帰フォームって何かというと、fn を計算するには、fn-k が知るといいですね。こうすると、まあ、これは回帰、再帰関数ですね。ですので、なんかレクレンスとか動的プログラミングで計算ができます。あと、クローズドフォームが、fn を計算するには、fn-k が必要ないの数式、一発で計算すること。クローズドフォームを見つかるには、いくつかのテクニックがあるんですが、この授業でそれを見ないんですけど、まあ、よくある関数に対してのクローズドフォームを知るといいですね。じゃあ、その、とても簡単な、シークエンスの最初の例を見てみましょう。トリアングラ数字っていうのは、tn って言います。tn が1から n までの足し算です。つまり t1 は1、t2 は1プラス2、t3 が1プラス2プラス3、t7 が1プラス2プラス3プラス7、28。まあ、これはみんなわかるですね。レクレントフォームが tn が tn-1 プラス n ですね。t7 が t6 プラス7。t5 が t6、t4 プラス5ですね。で、クローズフォームをまあみんな知ってると思うんですね。tn1 プラス2プラス n が n×n プラス1割り2ですね。で、クレントフォームだと、まあ、ループなりとか、再帰関数なりとかで、計算ができます。一方、クローズフォームがループなしで計算することができる。で、あと、クローズフォームを見ると、この数字はどれぐらい大きくなるのか理解はできる。例えば、tn のサイズがだいたい O of n の2乗。こうすると、アルゴリスムの、コストとか、n のなんか最大のサイズとかを計算ができます。じゃあ、もう少し面白い例を見ましょう。まあ、みんな知ってるフィボナッチですね。フィボナッチが、fn が fn-1 と fn-2 の、を足すことです。で、こうすると、まあ、レクレントフォームがフィボナッチの定案に入っているので、あまり、まあ、それはトリビアルですね。fn が fn-1 と fn-2。で、f0 が0と f1 が1。まあ、これは定義で書いているので、トリビアルなんですけど、まあ、でもちょっと気をつけてほしい、なんか他のシークエンスで気をつけてほしいところがあるんですね。リクレントフォームが1つの fn-k じゃなくて2つが入ると、もうループで
計算すると、問題になる。何の問題かというと、例えば、これループだけで計算すると、まあ、ループで多分大丈夫なんですけど、再帰関数で計算すると、何回も何回も FK を計算してしまうので、メモリゼーションとか、動的なプログラミングとかを使いたいですね。あと、この F が、ここ F が2つがあるので、スターティングバリューが2つが必要です。F が3つがあった場合だと、スターティングバリューが3つが必要ですね。まあ、それをなんか、自分で数字を見て、レクレントフォームを計算するときに、そういう、こういうふうな考え方を覚えておきましょう。で、あと、なんか、フィボナッチの、まあ、これは多分、プログラミングチャレンジで出ないと思うんですが、ちょっとフィボナッチの面白い情報を伝えたいと思います。皆さんがなんか知ってるか、あと、フィボナッチのクローズドフォームが、こんな感じです。fn-1 と fn-2。なぜか、あと、クローズドフォームに5の2乗根が入って、いっぱいが入ってます。で、これは1の1割5の2乗根、1プラス5の2乗根はかけの n 乗、1マイナス5の2乗根かける n って、こんなに複雑な数字で、なんとかどの n でも、整数になるのは不思議じゃないか。あと、まあちょっと、このクローズフォームの面白いところですね。ここがね、1マイナス5の2乗根ですので、これの解乗がどん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 0。これはね、1より小さいなので、この解乗が0になりますので、fn が、の近似をするときに、ここだけで見ればいいということですね。これが大きくなって、これが小さくなる。あと、フィボナッチのもう一つの面白い特徴が、このピザのピリオドということですね。ピザのピリオドとは、フィボナッチの桁ですね。フィボナッチの最後の桁が60ごとに繰り返します。例えば、フィボナッチの6が8。フィボナッチの66が8。フィボナッチの366が8。フィボナッチの126も8。で、最後の桁だけじゃなくて、最後の2桁も300ごとになんか繰り返します。最後の3桁が1500。ただし、まあ、フィボナッチはすごく大きくなりますので、1500、F の1500は相当大きな数字なので、これはどういうふうに証明したんだろうが、まあ、面白いと思います。じゃあ、では、次は、ビノーミアルですね。ビノーミアルのシークエンスが、A と B の N 乗の、その倍数のセットです。例えば、A と B の3乗が A の3乗プラス 3AB プラス 3AB2 乗プラス B の3乗。これは1、3、3、1。で、ビノーミアルの5がこれですね。1、5、10、10、5、1。で、まあ、よく出るのは、B の3とか B の5じゃなくて、この C の NK。つまり、B の N の中に K 番目の数字を見てください。まあ、書き方はたくさんですね。CNK とか NCK とか CNK とかもあります。で、例えば、C の5人が、B5 の中で0、1、2、10ですね。で、C の5、5が0、1、2、3、4、5。ですので、C の5、5が1。では、このシークエンス。このシークエンスが面白いところが、フィボナッチと違って、定義の中ですぐ、なんか、再帰フォームがわからないですね。その、リクレントフォーム、回帰フォームが、計算するには、ちょっと考えないといけないですね。このバイノミアルのリクレンスの考え方で、他のリクレンスの考え方も似てるんですよね。まあ、CNK が、これを見ると、A3、A2、B、A、B2、B3。これは、3回で A と B を選択する。A と B、A か B かを選択するのを3回。で、それはどれぐらいのやり方があるんですね。例えば、A2 回、B1 回を選択すると、それは
ABA、AAB、ABA、BAA、まあ、3つの選択方法があるので、ここが3。ですね、だからあの CNK の意味が、A か B、N 回を選択して、なんかいくつかの方法で A を選択すること。他の考え方は、あのバイナリの文字列の中に、N 桁の中で、K1、あとちょうど K 回1があると、いくつかのこの条件を満たす、バイナリの文字列があるのか。それもあの CNK になるんですね。あとはグリッドの中でどれくらいのパスがあるのか。それも CNK ですね。で、まあ、この考え方で、AB のレクレント方法を考える。あの、K 回、なんか N 回の中に K 回を選択すると、それを分解しましょう。N-1 回で考えるとですね、あの、A を K-1 を選んで、で、N 回目は A を選ぶ。それとも N-1 回の中で A が K 回を選んで、で、N 回目は B を選ぶ。この2つの条件がある。この2つの条件を分けると考えですね。CNK が CN-1K-1 プラス CN-1K。つまり、その2つの条件を考えて、その条件を足して CNK のレクレンス。ですね。で、あの、まあ、2つのパラメータのレクレンスなので、これはぜひ、あの動的なプログラミングで実装して、してみてください。まあ、このレクレンスのもう一つの考え方は、こんな感じですね。C0H0 で、こうですね、1。で、ここもなんか、最初の条件ですね。で、ここを考えると、A を選ぶと A、B を選ぶ。で、ここも A を選ぶと B を選ぶ。ですね。で、ここも A を選ぶ、B を選ぶ。ですね。こんな感じです。あ、すみません。こんな感じです。この考え方も、今回の、授業でやってみましょう。で、フィボナッチの、バイノーミアルのクローズドフォームが、あ、そうか。バイノーミアルのクローズドフォームがこんな感じです。CNK が、N の階乗割り、N-K の K の階乗。で、このクローズドフォームが、多分、なんか VP より計算することが早いかもしれないんですが、会場が、まあみんな、何回この授業で言いましたですけど、会場はすぐ大きくなるので、ビグナムになるので気をつけてください。最後の今日勉強するシクエンスが、カタランス。だけど、まあもう30分になってますので、カタランスが、その次のビデオで話します。そして、カタランスと今回の問題の、まあ、ディスカッションも行います。じゃあ、そのビデオでまた会いましょう。